皆さんこんにちは、ウォッチ買い取り応援団団長です。さて今回はタグホイヤーの2022年の新作ウォッチ&ワンダースで発表されたものを見ていきたいと思います。他のブランドについてもウォッチ&ワンダースで発表されたものをこのようにまとめております。概要欄に再生リストも貼っておきますので、後ほど合わせてご覧いただければと思います。で今回はタグホイヤーですね、見ていきたいと思います。さてこちらですけれども、ウォッチ&ワンダースのタグホイヤーのページになります。こういったムービーと、そして各モデルの情報ですね、このように載っております。今回注目という意味ではこれがもうなんかズバ抜けて注目度高いかなと思いますね。買える時計ではないんですけどね、後ほど詳しくご紹介していきます。そして 1000m 防水のアクアレーサーが加わりました。でこれがですね、タグホイヤー初の光発電のアクアレーサーで、これはポルシェとのコラボモデルですね。とモナコの新色が出ましたよというのと、アクアレーサーも新色オレンジが追加されてます。このあたりが今回タグホイヤーがウォッチ&ワンダースで発表したものになりますね。一個一個見ていきたいと思います。はい、こちらタグホイヤーのサイトになりますけれども、まずはやっぱりこれですね。タグホイヤー彼らプラズマという新しいものになるんですけど、これも見ていただくとわかると思うんですよ。インデックス、まずここダイヤモンドでできてます。そしてこのケースの横見てください。このね、ケース掘ってダイヤモンドが埋めてあるっていう構造なんですよね。そして見ていただいてわかる通り、リューズもダイヤモンドでできてます。もうとんでもないですね、ダイヤモンドだらけで。ここトゥールビオンなんですよね。うん、もうものすごい時計が出てきたなという感じです。これはおそらくコンセプトモデルになると思うんですけど、さっき正規店の方にちょっと伺ってきたんですけど、数千万円になることはまあ分かっていると。ただそのはっきりといくらかっていうのはまだ情報としては入ってきてないというふうにおっしゃってましたね。これすごい技術ですよね。サファイアクリスタルじゃないんですよ、ダイヤモンドですからね。でちなみになんですけど、これ天然ダイヤモンドではなくて、ラボグロウンダイヤモンドっていう、まあ、人工ダイヤモンドの一種になります。で組成的には人工ダイヤモンドの中でも天然ダイヤモンドと全く同じ組成のもの、カーボンだけで作っているっていうものになりますから、この技術がまあとにかくすごいんですよね。ここまでのダイヤモンドが人工で作れるっていうことが、時計メーカーにおいては先駆け的な存在になるんじゃないかなと思いますね。ここに作り方書いてありますけど、ただ読んだとて専門知識すぎてちょっとわからない世界ですね。特定ガスのプラズマを添加し結晶を成長させる、うん、なんのこっちゃっていう感じですけどね。そしてダイヤモンドはレーザーでカットする。これはまあ宝石とかもレーザーで通常カットするので、それはそうなんですけどね、うん、まさかでもこの領域にタグホイヤーが来るとはっていう感想ですね。ウブロとかであればやりそうだなっていう感覚なんですけど、まさかタグホイヤーがここに手を出してくるっていうのはちょっと衝撃的でしたね。まあなかなかなチャレンジングなモデルだと思います。これからのタグホイヤーの方向性みたいなものをちょっと示唆するような、そんな時計かなと思いますね。はい、でこちらがまあ大注目なんですけど、正直買えるものではないということで、まあタグホイヤーがこんなの作ってきたよという話題の一つとして知っておいていただければいいのかなと思います。でここからは買える時計ですね、見ていきたいと思います。まずはこちらですね、アクアレーサープロフェッショナル200、300ではなくて200ですね、 200m 防水の方です。少しライトなダイバーズウォッチになりますね。ソーラーグラフという風に書いてあります。これも新しい技術です。で今回ですね、もう潔いというか分かりやすくサプライヤーの名前がガツッと書いてあります。時計業界公式サイトではこういったことを明かすブランド少ないんですけど、今回のタグホイヤー非常に分かりやすくこういったところ書いてありますね。ちなみにこちらラジューペレ社のキャリバーを使っているという風に書いてあります。ラジューペレというのはシチズン傘下のメーカーになるんですよね。日本のブランドシチズン傘下でムーブメントを作るメーカーになります。そこが作ったソーラー駆動式の機械を搭載しているということになりますね。はい、こちらなんですけれども、光発電の時計というと通常文字盤は樹脂でできていて半透明になっているケースが多いです。半透明でなくてもちょっとこううっすら透けてるような、そんな感覚になって、ここまでの高級感って出すのが難しいんですけど、これ本当にちゃんと金属ですよね。すごい作りだと思います。うん、非常に高級感のある三連加工までちゃんと施されてますからね。はい、これが新しく出ましたよと。で一応事前情報として得られていたこととしては、ソーラームーブメント、光発電のムーブメントなんだけれども、ソーラー光で発電してそれを電池に送って、そこからヒゲゼンマイを回すっていう技術も昔シチズンであったらしいんですね。それを使ってくる可能性もあったみたいなんですが、ただ今回針の動き、秒針の動きを見る限りは機械式の動きではなくて、クォーツ式の1秒ごとに針が動くステップ運針の動きなので、そこまでのことはやってきてないかなと思いますね。ただ今回ブランドで初めてソーラーを使ってきたということで、後にそういったさらに上の技術を取り入れてくる可能性もあるのかなって思ったりしますね。これはもうここをきっかけに次の展開が楽しみなモデルだと思います。
さて続いて見ていきましょう。こちらが 1000m 防水のアクアレーサースーパーダイバーですね。はい、こちらも書いてあります。こちらも供給元が書いてあります。ケニッシですね。ケニッシマニファクチュール社製のキャリバー TH3000 を採用したというふうに書いてあります。ケニッシというのはやはりこちらもムーブメントメーカーになるんですが、ケニッシでムーブメントを作っているブランド結構多数ありまして、まあ、有名どころで言うとチューダー、それからシャネル、あとはブライトリングですね。このあたりがケニッシでムーブメントを作っています。最近新興ブランドで言うとノルケインもケニッシのムーブメントを使ってますね。そういった一流ブランドのムーブメントを作っているメーカーが作ったキャリバー機械ですね。これを積んでいるということですね。で、特徴としてはリューズガード、ガチッとしたリューズガードを備えているこのタフなデザインですね。ケース径も 45mm でかなり大きなものになっています。45mm 径で厚みは 15.75 ですね。厚みわずかというふうに書いてありますけど、まあ、1000m 防水にしてはわずかなんでしょうけどね。普通のスポーツウォッチから比べるとだいぶ厚みがあるのかなと思います。大きくて分厚いダイバーズウォッチ、スポーツウォッチ探してる方ぜひ見てみてほしいと思います。サイズは大きいですけど素材はチタン製なので重さはそこまで重いものではないと思います。さて続いて行ってみたいと思います。続いてがこちらですね。彼らのリミテッドエディション、ポルシェとのコラボモデルになります。彼らという名前はですね、彼らパンアメリカーナというレースから取っているんですけれども、ポルシェの車にも彼らという名前ついてますよね。911彼らという名前がついてますよね。そういったところからもつながりの強い2つのブランドだとは思うんですけれども、今回こちらですね、イエローとブラックのスポーティーなモデルが追加されましたということですね。こちらリミテッドエディションなので限定数量あると思います。先ほど私正規店行ってきたんですけど、すでにこれはお店に置いてありましたので、興味のある方は早めにチェックしてみてほしいと思います。はい、それからですね、モナコ、これも新カラー出てますね。キャリバー02の方なので3カウンターのクロノグラフの方になります。ここに秒針がありますね。で、ここにクロノグラフのスイッチがあって、これホームページ上でこうやっていじれるんですけどね。はい、で今回特徴としてはガルフカラーということなんですけど、ガルフカラー過去にもあって、ただ過去にあったものっていうのはここのオレンジとこのブルー、これガルフカラーなんですけど、これが文字盤を縦に縦断するようなデザインのものでした。それが今回は控えめにこの文字盤の右側に寄ってですね、で文字盤の中を通らずにカウンターの中だけを通って、そして通り抜けるというような作りになってます。なんかすごく洗練されておしゃれな印象になりましたね。で、この12時位置60と書いてあるのもまたここもおしゃれですね。で、モナコもこういった形で毎年新作というか新色というかどんどん追加されていって、そして古いものはどんどん消えていくというものですから、これもですね、限定とは書いてないんですけど、いつなくなるか分かりませんからね。気になった方はぜひ見てみてください。はい、そしてこちらですね、これも色の追加になります。こちらはアクアレーサープロフェッショナル300の方ですね。 300m 防水の方になりますけれども、こちらにオレンジカラーが追加されております。アクアレーサーシリーズ非常にラインナップが豊富なんですよね。なのでかなり色を選ぶだけでも楽しめる時計だと思います。ちなみになんですけど、私一番気に入ってるカラーはこの新しいグレーなんですよね。これグレーなのかな、ブラックグラデーションみたいな感じですか。これケース径ちっちゃくて 40mm しかないんですよ。でベゼルもですね、セラミックではなくてメタルのものになって、なのでお値段もですね33万円と手が出しやすい価格帯になってるんですけど、これですね、腕に乗せた瞬間におって思う時計です。フィット感が素晴らしい、サイズ感も素晴らしい、そしてカラー、これね、写真だとやっぱり伝わりにくいですね。これ実際見ると本当に綺麗なグラデーションになってます。素晴らしい時計だと思いますね。今回ウォッチ&ワンダースで発表されているものではないんですけれども、まあアクアレーサーつながりということで、きっとお店に行くとほとんどのカラーが並んでると思いますからね。私のおすすめということで、これもですね、ぜひ一緒にチェックしてみてほしいと思います。はい、といったところで今回はタグホイヤーの新作ウォッチ&ワンダース2022で発表されたモデルご紹介してきました。気になったモデルありましたでしょうか。他のブランドもそうなんですけど、タグホイヤーもウォッチ&ワンダースのタイミングに関わらず、新作や新色、それからリミテッドエディションなど追加されるタイミングっていうのがまた別でありますからね。また気になったモデルがあったらご紹介していきたいと思います。以上、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。